はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月のタロットリーディングと11月全体に見える12星座共通のちょっと星の話を先にさせていただければと思います。後から各星座のタロットもやりますのでね。でまず最初にお伝えしたいのが、11月ってもう本当にあと残り2ヶ月って感じなんですが、どんな月かと言いますと、こちらのね、これは今年のカブラノートなんですけど、11月ってたっぷり受け取り器を満たす1ヶ月なんですね。たっぷり受け取って器を満たすんです。でこれは10月15日が日食でしたよね。でその時に何を感じたかとか、何を意図したかっていう、何かこう意図したことに対して、それに必要なものが、必要な素材がやってくるっていう感じがするんです。それはもしかしたら頑張るぞってい う, こう気力とか体力という形でやってくるかもしれないし、何か情報としてくるかもしれないし、こう必要なものとしてくるかもしれないし、人としてくるかもしれないんですけれども、まあ何かこの10月29日の月食っていうのは、そういう豊かなものを受け取れそうな時なんです。ですから皆さん、それは何でもいいんですけれども、皆さんが今何を受け取りたいかなっていうことをちょっとイメージしてみてほしいんですね。でこれは10月29日過ぎちゃったからもうダメっていうことではなく、10月29日にそういったエネルギーが一番強くなって、そのことをじゃあ私はこれを受け取るわっていうふうに決めたものが、またその後ね、11月もずっと引き続きベストなタイミングで届くと思っておいてください。そのようなことをね、このいつもまあ冒頭のところに書いてたんですね。でまあ来年のやつもありますので、来年は少しちょっと様式が変わるんですけども、またそれは12月に使い方のライブをしたいと思います。前回ご紹介させていただいたホロスコープブックの補足説明も合わせてさせていただきます。10月29日の月食の話もう少しだけしたいんですけども、ちょうど11月っていうのはさそり座から射手座に移行していくというタイミングなんですね。でさそり座っていうのはすごく芯が深くて、こう水面下でずっと行くみたいな、すごく粘り強い気質があるんですね。そこから11月の後半にかけてこう上っていくというか、浮上していく、そして広い世界に解き放たれていくみたいな、そんな流れなんです。でちょうど、まあ、ぴったりひっつくのは11月18日なんですけども、まあ、太陽、みんなが自分のことを自分だと思っている太陽と、このバイタリティとか切り開いていく力とかエネルギーというのを、火星がぴったりとひっつくのが11月18日なんですね。11月はそういったね、バイタリティがあるっていうふうに思っていただきたいのと、もう一つ、ちょうどこの10月29日の月食の特徴として、こう月と木星がコンジャンクションするっていうのがありまして、この月っていうのは占星術的には自分のマインドとか内側のこと、内面の動き、まあ、日常の癖だったりもするんですが、まあ、そういったものと発展繁栄を示す木星、まあ、吉星と言われている木星がひっつく。でしかも実はこれはパートナーシップにも影響するよっていうところで関係してたりするので、とても本当に続いてるんですよね。10月15日の日食から引き続きなんですけど、10月15日っていうのは全体共通として、人間関係やパートナーシップ、人との関わり方っていうものを見直しましょうみたいなメッセージがあったので、それに対してのヒントや具体的な動きっていうものが29日の月食あたりから始まる。でそしてそれは本当に何かをもらうとか、単にあいい人と出会ったっていうことだけではなくて、私たちの気持ちがそれを受け取れる準備ができたり、私たちの気持ちやマインドが、心の状態が、人と関わっていきたい、本当の関わりをしたいというような感じになってきて、でそれがまた救ってくれるとか、そういう依存的な感じではなく、自分の体の中の宇宙と今の起きているこの世界の関係性っていうのも共鳴して、それらがいろんな人と引き合わせてくれるみたいな感じのタイミングだと思うので、一見ねちょっと地味というか、そんなに華やかなこう流れではないんですけれども、でもとっても重要な、私たちに必要な感覚っていうものが今宇宙からすごく届いているっていう感じがします。でそのエネルギーの中で、じゃあ意識的に何ができるかなって、どんなことを気をつけたらいいかなっていうのをタロットで見てみたいと思います。ということでよろしくお願いします。では大下さんのタロットリーディングさせていただきます。今回は11月全体の1ヶ月分のリーディングになります。ちょっと中旬はできないので1ヶ月分です。はい、この10月29日の
月食って牡牛座で起こる月食ですから、今ちょうどその、ね、木星も天王星も月も牡牛にあるということで、自分の人生をいかようにでも変えていけるチャンスがあるっていうことなんでね、ちょっと楽しみですよね。見てみましょう。太陽が出てきました。本当にちょっと混ぜてる時にあれなんですが、本当に思うんですけど、いつでもその瞬間からいろんな自分になれるっていうか、いくらでも変われるチャンスはどこにでもある。でそれを宇宙がこれでもかと今後押ししてくれてるっていう感じなので、なんかそれをちょっと今伝えたくなったんです。ちょっとカードも見てみます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、ソード2の逆、カップ4、カップ7の逆、死神、ワンド6、フール、カップ10、すごいすごい、そして気をつけることや対策やがワンドページ逆とワンド9の逆と、オラクルがお月さんの逆です。そうですか、ちょっと言いたいことがいっぱいありすぎて忘れそうですね。まず最初にですね、まあ、入り口がソードの2の逆なので、もしかしたら今少しご自身のバランスを失っているかもしれない、バランスが崩れているかもしれません。どうですか、ですね、それがぐっと致命的な何かね、本当にどうしようもないことっていうよりは、小さな小さなささやかな何かちょっとしたつまずきが次のつまずきを生み、またそのつまずきが次のつまずきを生むみたいな、まあ、いわゆる負のスパイラルみたいな感じで、こう何かもしかしたらちょっとねバランスを崩しているかもしれないと思いました。っていうのが、なんか何やっても最近面白くないなとか、なんだかなみたいな、ちょっとそういう感じがしたんです。まあ春ぐらいからねすごく盛り上がってきたと思うんですけど、その時の盛り上がりというよりは何かちょっと違う、まあ一つ慣れてきたからこそ次のなんかヒントが来てるのかもしれないんですけど、まだまだ全然変えられます、修正可能なんですけれどもね。でもまあ何て言うのかな、例えば自分がちょっと仕事でミスしちゃいましたと、でそれは本当に仕方がないことで、そのミスしたことでじゃあ気をつけますということで、あ、これはこうしちゃいけないんだということを一つ学べた、成長できたことなのに、いつまでもその自分はあんなミスをしてしまって、きっと上司にもできない人だと思われたとか、同僚にも迷惑かけちゃったとかって、そういう思いからだんだん自分が卑屈になって、あ、なんかめんどくさいなとか、頑張ってもどうせ評価されないしないみたいな、そういうネガティブなものをまた生み出して、でそこから人から誘われてるのに、あ、やっぱりいいです行かないですとか言って、だんだんこう自分が殻に閉じこもったりして、こうどんどん自分で勝手にマイナスな方を選択して、自分で自分を落とし入れてませんかって感じがしたんです。でもどこかで星ではいいって言われてるとか、いい運があるとか、変われるチャンスがあるって言われると、あ、そうなのかなってなんとなくこうぼんやりと思い浮かべるみたいな感じがあるんですね。でそういったこう誰かに自分を幸せにしてもらうとか、誰かが自分を変えてくれるというようなマインドはもうここで終わりますっていう感じで出ていて、おそらく気がつくんだと思います。何かに、大事なことに、あ、なんか最近調子悪かったけど、あ、じゃあもうここから変えれるなみたいなこととか。なので29日の日食すごくいい区切りですよね。けじめがつく、そして今までなんかもう飽和状態だったこともここからやっとね収束に向かうみたいなこともありますので、何かが何かが膨らんでたんですよね。それがもしかしたらさっき言ったちょっとした些細なミスだったり、自分で自分を認められなかったことがたまたま増えてた。でもそれ全部変えられます、もうこの11月から。でもうご自身がやめたっていう感じで、よしやめよう、やっぱりもう生活変えようとか、何か一つパキッと区切りをつける、意図することによって、すぐに応援部隊がやってくるっていうか、あ、じゃあそうしましょうとか、あ、よかったねみたいな、そういったこう応援がありますね。で自分もなんか誇らしいというか、あ、やっぱりこれでよかったんだって思えるような出来事です。でその後ですね、すごくいい形で力が抜けてます。なんか今まで絶対にこれをしなくちゃいけないと思っていたけど、まあなるようになるかとか、もしかしたらその
長い目で言うと去年から引きずっていたことをこう、いや絶対変えれると思ったのに変えれてないとか、全然自分が思うようにできてないと思ってたけど、いやそんなもんじゃないって、でも頑張ったじゃないとか、これができてるってことだよねっていうような意識になったりとか、とても自由な自分を縛らない感じです。なので最初にあったこうちょっとバランス崩してるのかなっていう感覚よりも、すごく晴れやかに明るくのびのびと今の自分でやっていこうみたいな気持ちになってると思います。見えない道を進んでいく勇気があるって感じですね。そしてその後やったーみたいな、本当になんか見えない道ってあると思って進んだらあったーとか、いくらでもこんな風に自分で自分の生活変えていけるんだみたいな、すごくいいなんか意識の変化、自分の意識をちょっと意識することで生活を変えていけるし、いくらでも自分で自分を喜ばせてあげることができるんだみたいな、待ってなくていいんだっていうことが分かるっていう感じがします。そして、気をつけることとしては、そんないきなりね、0から100にいきなり変わるわけではないので、今の自分を認めてくださいと、今の自分がベストなんですと、今の自分を受け入れて認めることによって、こういうね、あ、これでベストだったんだって思えるっていう感じがあるので、ものすごく慎重に何か一つずつやっていかなきゃいけないというわけではないっていうことです。で、なんか自分にはまだまだ足りないと思いがちで、何かをやっていこうっていうふうに思っても、じゃあそれにはこれがあるし、じゃあこれがいるしって、どんどんかの課題を自分で大きくしているっていう感じがあるんですね。でも大丈夫なんですよっていう感じで言われてるんです。例えばですけど、何かね、ビジネスをね、自分でちょっと起こしたいなと思ってたりとか、こう、そう何か新しく始めたいなと思った時に、じゃあ始めるには何がいるんだろうか、インスタがいるんだろうかとか、パソコンがいるんだろうか、いやパソコン全然わからないからパソコンスクールに行かなくちゃいけないんだろうかとか、いやまずパソコン買わなくちゃって、どんどん離れていく、本当にやりたいことからどんどん離れた、こう対策ばっかりに力を注ぐっていう形になりがちなんですけど、もう全然シンプルに、私これしたいとか、私が望んでるのはこれって、この生き方っていうのを思い描いていただくと、こんな風にすごく満たされた感覚になれるよっていうことなので、あんまり策ばっかりを練るっていう風にはしなくて大丈夫です。さっき言ったように、こう自分の頭の中で時間の概念でこうしなければこうならないっていう思いがあったとしたら、そのステップを踏んでいかなきゃいけなくなるんですけど、自分が一瞬にして変わろうと思ったら一瞬にして変われるので、それにはまずやっぱり肩の力を抜いて、あ、こうしたいんだった、これでベストだったと思ってみると、すごく楽にいい形で進んでいけそうなんですね。なので、まずこの11月で言われているのは、一番大きなメリットは心の変化だそうです。お月さんっていうのは自分のね、内面とかを表すんですけど、ちょうどね、本当今次この10月29日が牡牛座の満月っていうことで、もうタプタプとしてるわけですよ。豊かさがタプタプとしてる。でもその可能性の海の中で自分が溺れてるみたいな感じもあり、可能性生かせてないって思ってたりとか、どうなんだろうって思ってるけど、それが晴れてきますよって、心配事は現実にはならないんだよっていうね、感じなんです。要するにこれ私から見て逆位置なので、心配してたことが晴れていくよっていうね、真実が見えてくるよっていう感じなので、とてもいいんです。心が晴れてくるとも言えますし、自分の気持ちがすっきりする、はっきりしてくるっていうのが、この11月の一番のメリットですよね。いや、さすがですね。さすが、牡牛座で起こる満月だけあって、めちゃくちゃパワフルで、心地いい内容でした。私読んでる、私が言うのもなんですが。はい。ということで、ここまでにしときたいと思います。はい。ちょっとね、11月は、中旬のタロットお休みさせていただきますので、また12月に、ね、入ったらいろんなライブとかもしてみようと思っています。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ11月いい時間をお過ごしください。失礼します。